で生きなあかんのやろって。震災さえなかったら何も気づかんと今日も写真撮れたんかな。おじいちゃんがどうやって日本に来たか知っとるか？勝手にいろいろ背負わされてどう思ったらええんか。金子さんの生きやすさを見つけてほしい。ことかな。難しいな、家族って。